はい、深い、俯瞰。はい、深い、俯瞰、深です。はい、ってことで今日なんですけど、今日は、このビビゴのレンジでカルビクッパと、プルダックの焼きそばと、クリームカルボと、チャミスル。ちょっと飲みかけなんですけど、これを飲みながら、まあ前回、前々回もまあ発達障害でしたっていう動画を上げてから、それが100万回再生以上いって、で、それにコメントが今1200件ぐらいかな、ついてて、個人的に DM で、まあ励まされたとか、この場合はどうされてましたとか、まあお子さんがいる親御さんとかも、どうすればいいですかみたいな。まあ思った以上に、まあこの ASD、ADHD っていう病気で悩んでる方が多いと思ったんで、まあ僕も今思い返してみれば、まあかなりひどい、まあ、症状もあったんで、なんかそのエピソードを交えながら、こんなやつもいるんだぜみたいな感じで、まあ、悩み相談というか、まあ、質問コーナーみたいな感じでやっていこうかなと思います。あ、どうも、深川です。で、家なんですけど、まあ、家は引っ越しはもう徐々にやっていって、まだこの家の解約手続きまだやってないんで、今家が2つあるみたいな感じですね。多分次の動画ぐらいで、まあ新居の家は出すんじゃないかなと思います。質問コーナーっていうか、まあ俺はこんなやつだぜみたいな感じでやっていきたいと思います。さっき ADHD、ASD についての質問みたいなのをインスタグラムで募集したらめっちゃめちゃ来たんで、何個か答えていきたいと思います。一つ目、診断して良かったこと、良くなかったこと。まあ診断して良かったことは、 YouTuber だからこそなんですけど、 YouTube にこうやって動画を上げることで、まあ、皆さんの生きる術というか参考になったって言ってくださる方がかなりいらっしゃったんで、まあそこに関しては良かったかなと思います。良くなかったことは、まあ、本当に良かったことが今言ったことぐらいしかないくらい、めちゃめちゃ時間がかかって、お金も 2,3 万かかって、まあ僕がこんなすごい病気だったんだって思って、めちゃくちゃ、落ち込んだし、まあ、でその後にこうやって YouTube にこうやって動画を出したことで、まあ、結構、詳しい方とか身内の中に、まあ、そういう人がいる人とかの意見が来て、一番ダメージが来たコメントがこれで、これ別にアンチで晒してるわけじゃなくて、まあその通りだなって思って、落ち込んだコメントなんですけど、くれぐれも付き合う女性を妊娠させたり魔が差して結婚なんかしたりしないように、相手を不幸のどん底に落とす。このコメント来て、まあ、別にアンチじゃなくて本当におっしゃる通りなほどの、まあ、僕はそういうものを持ってるんだなって、まあ、もちろんそうやって魔が差してとか、まあ、妊娠させたりみたいな僕は絶対しないんですけど、まあこれもお医者さんに言われた時と同じように、あ、俺ってやっぱそこまで重度なんだとか、相手をどん底に落とすほどのものを持ってるんだなっていうのを思って悲しくなりましたね。まあ良かった良くなかったことは別それぐらいですね。まあこうやって YouTube に発信できるからいいですけど、まあそれがなかったら良かったことはなかったかもしれないですね。前の職場では ADHD のせいで怒られることはありましたか？まあこれは職場に入る時点で僕は ADHD ってまあ自覚はしてたんで、まあ同じミスは絶対に一回はしないようにしようと思ってたんですけど、先輩の後ろについてメモを取るときとかも、もうメモ帳に書くふりをするのが、まあ社会人として書いて覚えるのが必要だと思うんですけど、まあ、僕に関しては、まあ、メモ帳を書いたとしても、そのメモのページが思い返した時にどこにあるかを管理できない、かつそのメモ帳自体をなくす、毎回新しいメモ帳を作って、もう全く意味のないことを何回もして、まあ、それで同じことをミスして、メモしてるのにそのメモ帳の管理ができずに、まあ、同じことをやらかしてっていうことがめちゃくちゃありましたけど、まあそれに関しては、まあ結構パソコン使う業務だったんで、自分のパソコンのデスクトップのメモ帳、デフォルトでそのメモ帳を置いといて、そこに、まあ絶対やっちゃいけないことは箇条書きで
書いたりして、まあやらないように気をつけてたんですけど、本当に入社したて、まあ、入社してから、まあ、ずっとですけど、もうめちゃくちゃ怒られてました。本当に頭の中がずっと騒がしくて落ち着きない。これもめちゃくちゃわかりますね。まあ、本当に1ヶ月前ぐらいの出来事なんですけど、まあ、最近出したギャッツビーさんの案件の動画で、ギャッツビーの方と代理店の方、あと僕のマネージャーさんみたいな人と、まあ、ズームでミーティングをした時に、で、僕こうやってパソコンで、まあ、リモートでやってたんですけど、まあ、僕主体のミーティングなんで、まあ人数が何人いたとしても僕は全部聞く必要があるんですけど、それで僕はパソコン見てたら、パソコンのフィルムがめちゃくちゃ気になって、で、まあ聞くふりしながらずっとこう、フィルム気になるなと思って、フィルムなんかちょっと割れてるから新しいのに交換しなきゃいけないなと思って、新しい子に交換しようと思って、しれっと携帯見てたら、Amazon か楽天が安い、いや、違うサイトみたいな感じで、もう頭の中がもう全く、フィルム案件、楽天かアマゾンみたいなのを世話しない状況になって、フィルムのサイズとか合わせて、ズーム中にずっとパソコンの画面見て、会議中なのに、そのことに頭いっぱいいっぱいになって、で、結局、まあアマゾンで注文して、で、注文完了した頃には、まあ、ズーム終わって、その後にマネージャーの人に、お母さん本当にあなたの案件なんで、こういうズームのミーティングは集中してくださいみたいなこと言われて、その時やっと我に返って、28歳のマネージャーに27歳の青年男性が、そんなことを注意されて、俺何やってんだってめちゃくちゃなりましたね。本当にそういうことが多々あって、明日の昼何々は食べないなと思ったら、その時に調べないと、気が済まない性格なんで、本当頭の中は世話しない状況ですね。常にこうやって撮影してても、別のことを考え出して別のことをしたりすることも多々あって、でも YouTube ってそれでカットすればどうにでもないんで、カットできない現実がまあ当たり前なんで、まあそれに関してはめちゃくちゃ共感できます。辛っ。次、とにかくひたすら生きにくい。まあこれに関しては僕が多分ここまで重度だったのに、ここまで普通にはやれてこれてないんですけど、生きてこれてたなと思って、個人的に僕何やってるんだろうって思っても、こうやって生きてこれた、生活してこれたからこそどうにかなるっていう精神でやってきたんですよね。まあもちろん、まあ、ミスして、まあ相手に迷惑をかけて、まあ、謝ったこともたくさんあるんですけど、それで謝ったら済むっていうわけではないんですけど、相手を殺したり一生相手に羨むようなことをしなければ大丈夫っていう、そういう精神で生きてたんで、うん、僕はこんだけ重度なんですけど、生きてるだけで丸儲けっていう気持ちでずっといたんで、まあ僕もたまに生きづらいって思うかもしれないんですけど、まあ一度きりの人生なんで前を向くしかないなっていう、まあ、僕が合ってるのかは分かんないですけど、まあ前を向いてもらえばなと思います。他に発達障害で驚かれたこと、発達障害でっていうか、シンプルにめちゃくちゃ、まああなた大丈夫ってなったことが一回あって、それめちゃくちゃ覚えてて、20歳か21歳の時に、学校の理系は研究室っていうのがあって、メンバーで打ち上げみたいなのがあって、おじいちゃんの教授と、まあその研究室のメンバー何人かで飲みに行ったんですけど、その時に結構お酒を飲んで、まあ記憶をなくしてしまって、財布をなくしてしまったんですけど、それはまあよくあることとして、その後結局財布が見つからず、財布なくしたみたいなお母さんに言ったら、あなたまだクレジットカードとか止めてないでしょって、ああそうだったわ、クレジットカードとキャッシュカード、運転免許証は再発行しに行きなさいって言われて、運転に関しては毎日してたんで、まあ、すぐ取りに行ったんですけど、まあ、そこからがかなりの ADHD で、まあ明日止めよう明日止めよう明日止めようって思ってたんですけど、まあ、結局1年ぐらい止めなくて、年末にそのクレジットカード、楽天から利用明細が届いてて、利用明細を母親が見て、まあ、使われてはなかったんですけど、このカードがまだ使われてることになってんのって言われて、で、あーごめん、止めるの忘れてたって言ったら、で、その時母親はなんか怒るとかそういう感情じゃなくて、もし使われてたらとか、カードが知らない人の手に渡って悪いことされてたらって思わないのって、結構辛辣な顔して聞いてて、止めるの忘れてたって、
いや忘れてたじゃなくてみたいな感じで冷めた顔して、まあ、怒られたというか本当あなた大丈夫みたいな感じで言われたのがめちゃくちゃ記憶に残ってますね。その時まあクレジットカードはもちろんキャッシュカードもまあ結局止めてなくて、キャッシュカードに関しては今も止めてなくて、でずっともう 7,8 年ぐらいこのゆうちょの通帳でやってるんですけど、でまあここからも結構ひどい状況で、まあ多分このことを親が知っただけでも、まあ、さらに驚くと思うんですけど、僕このでこの通帳に関しても、僕、まあ、片付けができずになくしたと思って、まあ、家のどっかに結局はあったんですけど、その状況でまあ再発行、キャッシュカードなくて通帳もないと、どうしようもなんないんで、それをなんと2回もやってしまって、2回家にどっかにあるのに付け切らずなくしたと思って再発行行ってっていう作業を2回もやってしまってるんですよね。1回目やった時はうわあったじゃんって思って俺やばいなって思ったんですけど、でまた半年ぐらい前にこれなくして、また同じ形で再発行したらまた1ヶ月後ぐらいにあこんなとこにあったんだ、もう2回目やった時とか俺やばいなというよりなんか笑いが出てくるぐらい、まあ、自分の症状にがっかりすることも本当ありました。キャッシュカードに関しては多分今親が知ったらめちゃくちゃまたあんた大丈夫みたいなこと言われるんだろうなって思いますね。うまっ。 ADHD って結構遅刻しますか？遅刻はねめちゃくちゃしますね。こんな堂々と言うことじゃないんですけど、で僕寝坊って一回もしたことなくて、なんで寝坊しないのに遅刻するんだよって思うかもしれないんですけど、それが僕も分かんなくて、時間の逆算っていうものがめちゃくちゃ苦手で、予定の1時間半前に起きて結局予定の1分前とかまあ遅刻したりすることがめちゃくちゃあります。うん。で昨日なかな、まあ、これに関してちょっとめちゃくちゃ申し訳ないですけど、ギアンヌっていう、まあ、雑誌の、まあ、とある打ち合わせがあって、こんな感じで14時から、打ち合わせ開始する、じゃこそよろしくお願いしますって送ってるんですけど、まあ直前の13時53分に、まあ、僕から不在着信をやってるんですけど、まあ、これなんで電話してるのかというと、僕がリモート面接だと、まあ、完全に勘違いして相手を狂わせたっていう事象ですね。上の方で弊社にて14時からお願いしますって書いてあるんですけど、確認不足ですよね。こういうことが本当に日常茶飯事起きてます。福川さん、メンタル強いのと悩んでも切り替えるのが早いので羨ましい。聞き流したりしますか？会社とか、まあ、バイト先とか、まあ、学校でも多分めちゃくちゃうるさい、口うるさい人とかいると思うんですけど、なんであなたは、この期日に間に合わなかったの、あなたの性格がみたいなドラーって言ってくるめちゃくちゃうるさい、まあ、人間ってたまにいると思うんですけど、論点だけ長く説教する人も理由があって、まあ、怒ってるわけなんで、まあ、その場合だと、期日に間に合わなかった、それが悪かったって思って、まあ、それ以外を聞き流して絶対に期日に次は間に合うようにしっかりそこだけ心に留めて、それ以外は聞き流したりすることはありますっていうか、ほぼ聞き流してますね。本当に長い話は僕自身聞けないんで、別にメンタル強いとか関係なしに、それをできるようになるとどうでもいいうるさいおばさんとかおじさんとかメンタルに来るような人間の話は聞き流せるようになるんで、まあ、おのずとメンタル強いって思われるのかなって思いますね。クリームカルボがプルダックの中で一番美味しいかもしれないです。聞いていいのか分かりませんが、請求書が来てもすぐ支払おうという気持ちにすらならないですか？ならないですね。ならないっていうのを分かってるというか、まあ、最速上に関しても3ヶ月までの滞納なら大丈夫って頭の中に分かっているからかもしれないし、まあ、もっと言うとその最速上すらも2回多い時は3回送っててくださることがあるんで、なんかもうそれを分かっていたらもう1ヶ月目で払うっていう精神になったことが一度もないですね。これに関してはもうもちろんその
会社さんにも迷惑になるんで、まあ、行けないし、引き落としにすればいいっていう問題なんですけど、もちろん引き落としにしたいっていう気持ちはあるんですけど、今まで何回も引っ越ししてるんですけど、引き落としにしたことはないし、もう何度も、水が止まったり電気が止まったりガスが止まったりしてますね。友達に正直 ADHD は言い訳だなって言われました。これは友達がそういうのもおかしいですけど、だからといって、まあ、自分自身がこれを言い訳にするしたいっていう思いは絶対になくて、もしやってしまったとしても ADHD だからじゃなくて、もう全力で、まあ、ミスったとしたら謝るし、自分自身が ADHD だからしょうがないっていうのじゃなくて、普通の人と同じようなことをするっていう言い訳にしたくないと思って、自分自身が心がけていくしかないって僕自身は思ってるんで、僕自身が ADHD だから SD だからごめんねっていうことは、まあ、一生使いたくないっていうか、その精神でいれば、まあ、その精神でいれば、まあ、こうやって言われる回数は出てくるのかなって思って、僕は、まあ、毎日生活してます。うまっ。焼きそばとカルパ、直近でのやらかしエピソードは、もうこれやらかしすぎて本当に笑えないオブ笑えないエピソードなんですけど、僕会社辞めたじゃないですか。で、会社を辞めて社会保険が、まあ、会社を辞めたら個人で国民保険になるんですけど、社会保険を前の会社から年間だけ辞めた年に払う保険料と全く同じだけの料金払えば社会保険が使えるっていう制度があって、名称忘れたんですけど、その保険があって、僕の場合その年にもう YouTube も結構収益があったんで、まあ、税理士さんに会社のその保険を使った方がいいよって言われて、でその保険の書類の納付が、まあ、こんな感じで来たんですよね。今年の5月15日までに、納付お願いしますって言われて、5月15までみたいな、今度やろうみたいな感じで言ってて、で5月15を越してしまって、丁寧に電話してくれて、まあ、明日までに払ってくださいみたいな感じで、そのいう電話が2回来て、もうさすがに払おう払おうと思って、37万円払おう払おうと思って、結局払わず、6月になって、もう払ってないんであなたはこの保険を使えませんって言われて、国民保険、自分の住んでる区役所に行って手続きしてくださいって言われて、ああまたやらかしたと思って、まあそういう場面はめちゃくちゃあるんで、自分が悪いやと思って、保険は入ってないとダメなんで、会社員時代の源泉徴収と YouTube の税務署に出した確定申告を出したら、なんと100万近くの保険料で、本当にその時自分が嫌いになりすぎて、もうめちゃくちゃ叫んだのをもう覚えてますね。97万ぐらいで、そうだろうと思う、僕の怠惰のせいで、まあ、一気に60万ぐらい失った感覚で、本当に自分が嫌いで嫌いで嫌いになりそうで気持ちになりましたね。本当にその6月にその保険料を区役所に行って、提示された時は本当にやみましたね。だからといってそれが僕 2,3 日も続かないのが深当たりゆえんというか、あとやってしまったにもかかわらず、まあ次の日にはもう稼ぐしかねえっていうメンタルになってるから、僕はこう慣れてるのかなっていう気もしますね。はい。じゃあこれ最後、病むことが多かったり憂鬱な思考がぐるぐるループしませんか。もうこれもまあさっきの話と続くんですけど、本当に病むこと、まあ、さっきみたいに病んだり、まあ、憂鬱な思考が、ああダメだダメだみたいな、もうこれ僕起きた時に多くて、ああ何してる何してるんだ、あまた同じことでやらかしてるよって、まあ、めちゃくちゃ思うんですけど、そういう時はジムに行くのがめちゃくちゃいいと思います。体を鍛えてるからメンタルが良くなるとかじゃなくて、やっぱ体を動かして、まあ、テストステロンっていうのがあるんですけど、それを上げることによって本当に精神状態が良くなるって書いてあって、僕実践してみたんですけど、本当に
精神状態が保たれるんで、ジムを行って筋トレしたり、まあ、外に出て散歩することでもいいんで、まあ、僕と同じ症状で病んだり憂鬱な思考がぐるぐるループしたりする方は、まあ、筋トレとジョギングをやっていればいいと思います。ということで、まあ、こんな感じで参考になったかは分かんないんですけど、まあ、結構いろんな、まあ、こんな感じで、まあ、皆さんから結構こういう時はどうしてますかとか、まあ、いろんなコメントとか DM いただいたんですけど、まあ、思いつくだけでここまで行ったんですけど、本当にこれの数倍もやばいことをやらかしたり、まあ、直近で言うと本当その保険料の60万が本当にちょっと今思い出しただけでちょっとムズムズしてきたんですけど、本当に一日払わなかっただけで、まあ、こんな骨格が変わったり、あとは、まあ、親に言われても結局今でもキャッシュカード止めてなかったり、通帳何度もなくしたりしてるんですけど、まあ、だからといって治らないって分かってるんで、もう前を向くしかないんで、僕みたいな方、そうでない人も、まあ、全力で生きていきましょう。ということで、最後まで見てくださってありがとうございました。